クリームをあんみつ作り方。小豆 200g、 水 600cc、 玄米モードだとうまく炊けるよ。甘くしてね。使いかけの砂糖とか小麦粉とか、ラップを紐にして一結び。使いやすいよ。シロップ、砂糖 200g、 水 1000cc、 お酢大さじ1。お好みのフルーツをカット。リンゴ多め。お裾分け。カットしたリンゴはシロップへ入れていきましょう。火にかけます。キウイ、ヘタ側に包丁を入れて1回転。ぐるっと芯が取れます。この柑橘はニューサマーオレンジ。甘夏みたいに外皮は厚いです。リンゴみたいに皮むきます。リンゴより簡単。火にかけたシロップはアクを取り、落とし蓋して弱火に。柑橘は煮ると分解してしまうので最後に入れましょう。リンゴに用事がすっと通れば火を止めます。ニューサマーオレンジ投入。粗熱取れたらバナナも投入。冷蔵庫で冷やします。小豆が炊けたら砂糖 150g、 再炊飯。甘い。再度炊けたら混ぜて容器に移し替えます。フルーツが冷えたらラストスパート、盛り付けましょう。白玉作ったのに入れるの忘れました。さくらんぼは？お高くて手が出ませんでした。テディーボーデン。クリームあんみつ完成。甘い。